株式会社ユーハイムは、兵庫県神戸市中央区港東中町に本社を置く、日本の製菓会社である。バウムクーヘン神戸から、全国百貨店などに展開する、洋菓子メーカーとしてモロゾフと双壁をなす存在である。引き出物として根強い人気を誇るバウムクーヘンをはじめ、クッキー、ケーキ類を主力商品とする。バウムクーヘン、クッキーなど焼き菓子は、 愛知県の中央工場などで一括製造される。鮮度が求められるケーキなど、生菓子、半省菓子は、船橋、神戸、名古屋の各工場や営業所付属の小工場で、畜別に製造し、近距離出荷する体制となっている。原則として豚や流通は行わず、直営店、百貨店時機能を主軸としている。バウム空変が、婚礼引き出物の定番であることから、 ホテルや式場への納品も多い。かつては、フランチャイズ展開も行っていたが、現在はほぼ撤退している。また、ウィーン菓子のローゼンハイム、フランス菓子のペルティエといったブランドも展開している。東京ディズニーランド及び東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーをそれぞれ開業以来務めている。ドイツ人菓子職人のカール・ユーハイムは1908年、 ドイツが所有していた公衆シャク地外の賃貸市でジータスプランベックが経営する喫茶店に就職した。翌1909年にはプランベックよりその店を譲り受け23歳にして独立を果たす。株式会社ユーハイムはこの年を創業年と位置づけている。1915年第一次世界大戦での賃貸攻略により 神道が日本軍に制圧される。翌1916年、ユーハイムは日本軍の捕虜となり、大阪府大阪市西区南岡島町にあった大阪府領収容所へ連行された。1917年、広島県秋郡二本島村の二の島県役所に移送となる。1919年、 広島県物産陳列館にて開催されたドイツ作品展示会で日本初のバウムクーヘンの製造販売を行った。1920年、保養生活から解放されると、賃貸に残っていた妻子を呼び寄せ、東京で喫茶店に勤務した。後に、一家は横浜へ移り住み、1922年に店を開く。しかし1923年に発生した。 関東大震災により点を失い、今度は神戸へと移り再び店を開く。その後繁盛した上に、1930年代に入ると日本とドイツが同盟関係を結ぶなど環境が整ったものの、第二次世界大戦勃発後の1944年頃になると、戦局の悪化で原材料の入手が困難になり、営業が難しくなった。カールは、 第二次世界大戦終結直前の1945年に他界した。そして、日本とドイツが共に敗戦し、連合国の占領下に置かれたことにより、カールの妻エリーゼは国外退去処分になる。日本とドイツが占領を出した後に再来日したエリーゼを社長に迎えて、会社組織化し、再出発するが、一時経営が悪化、バターを納品していた。 川本春ラの出身により再興した。川本は再建の際に専務取締役として経営参加し、エリーゼの死後に社長に就任する。1985年に社長職を長男の部に譲り、自身は会長となった。ユーハイム夫妻に後継ぎがいなかったこともあり、部の長男、英雄も含め経営権は川本家に引き継がれる形となっている。 創業者が外国人であるだけで外資との関係はないが、1976年から1999年まで、ドイツに2つの現地法人と4つの大型レストランを所有していた。ユーハイムの2リンゴとろりのアップルパイユーハイムの神戸牛のミートパイ。ありがとうございます。